朝ドラ・マレあらすじ予告7月1日水放送分危機物語マシェリシュシュに入店した新人弥生の教育が始まりましたしかし弥生のあまりの不器用さにマレは唖然とするばかりですそんな中のどに帰郷するはずだったマレは不器用すぎる弥生の教育に翻弄されるあまり帰郷する予定を失念 しばらくも能登に向かう夜行バスに出発間際に乗り込むことができたマレは明くる朝無事に能登の地を踏むことができました久々に能登に帰ったまれはケイタと再会ケイ太に連れられ弥太郎の工房に足を運んだまれはケイタが発した一言に言葉を失ってしまうのでした